カバジ君、何を買ったの？これです。ああ、それって確か星座占いのシールがついてたよね。そんなのあるんだ。何座か私が当ててみせるね。シールに書かれてる星座は牡牛座よ。そうです。おっとっと、やったね。完全に噛んだけど。牡牛座といえば芥川さんです。ああ、そうだっけ。5月5日生まれですから。端午の節句というより子供の日ね。芥川くんらしいかも。芥川くん、変だな。ここにいるはずなのに。なるほどね、返事しないわけだ。芥川くん、起きなよ。寝るなら自分の部屋で寝たら？よく寝た。ほんとどこでもよく寝るよね。俺寝るのが趣味だからね。一緒。お金がかからなくていい趣味ね。でも怪我したわけではないから、自分の部屋で寝たら？ああそうだね。そんじゃ部屋へ戻って寝直すよ。起こしてくれてありがとう。もう寝そうだわ。よく寝たんじゃなかったの？は？あ？どうしたの、アクターガ君？ちょうどいいところに来ちゃったし。どういうこと？ねえねえ、これから肝試しに行こうよ。よし行こう。肝試し？どうしたの急に。日吉から面白い噂を聞いたんだ。噂？この近くにあるトンネル知ってるよね？うん、知ってるけど。あそこにさ、出るんだって幽霊。そうなの？トンネルに幽霊っていかにもだよな。だからさ、本当に出るかどうか肝試しついでに見に行ってみようよ。私はこの後ホテルに戻って仕事が。当然行くよな。な、熱っ、ねえ行こう。断りづらい。結局来てしまった。いしょ、周りも静かだし雰囲気もバッチリだし。噂だとこの辺りで出るんだって。見つけたら教えてよ。カブトムシでも探しに来たノリだね。私は結構マジで怖かったり。ん？ねえ芥川くん、本当にこの辺でってあれいない？さっきまでそこに。わっわっドッキリ大成功。驚かさないでよ。それにしても出ないな。寝てるのかな。芥川くんじゃないんだから。芥川くんってこういうの平気なの？だってこういうのってなんだか楽しいじゃん。ワクワクしてこない？してこない。ノリが悪いな。どうしたの？今何か聞こえなかった？いや全然。風切り音というか、なんだか不気味な音が。は、もしかしてさっきのおかし？違うってば、本当に聞こえるんだって。ほらまた聞こえた。え、トンネルの中からだよ。トンネルの中から。
何かがこっちへ。そのトンネルの中から出てくる何かに、ここら辺幽霊出るって言っちゃダメだよ。こっちへ。マジマジマジでなんか来てるし。来てる。うわー！今誰かの声がしたよな。気のせいか。そういや確かこのトンネルって、いやいやそんなのいるわけねえだろ。とっととランニングを終わらせて帰るか。ああ怖かった。一体何だったんだろう。すぐ会えるよ。同じ合宿所内にいるんだから。噂は本当だったのかな。それよかさ。何？そろそろ手を離してもらってもいい？ああごめん、私ったら逃げるときについ。ああさっきはさ、驚かしたりしてごめんね。反省しないね。すげえ反省してるし。ならよし。うんうん全然いいよ。あの得体の知れない恐怖に比べたら、芥川くんのいたずらくらいどうってことないよ。芥川くん、朝っぱらからこんなところで居眠り？うん、俺に何かよ。練習してたんじゃないの？ああ、イメトレしてたんだ。イメトレってイメージトレーニング？そう、それだから邪魔しないでね。そんじゃ、おやすみ。おやすみ。ちょっと待って、芥川くん。まだ何かあるの？その前に少しだけ取材させてもらってもいい？少しだけ？それならいいかな。よっと、ありがとう。そんじゃ、次の質問は？ちょっと待ってね。あまり乗り気じゃないと思ってたけど、そうでもないのかな。ほら、早く次の質問。ごめんごめん。じゃあ次の質問ね。協定のテニス部って厳しい実力主義で有名だけど、何か理由あるの？どうしてだろう。あ、そういえばさ、アトベが言ってたんだけど、協定って古くからある由緒正しい学校だからさ、他の学校には負けられないんだってさ。なるほどね。歴史を背負ってるっていうプライドかな。歴史が古いということならうちも負けてはいません。雪村君、立会は1878年創立です。それに対して評定は確か1919年の創立。その差は歴然でしょう。それでは。立会が1878年、評定が1919年、その差およそ40年か。立会のが古いんだ。でも評定だってやっぱりすごいよ。1919年といえばベルサイユ条約が結ばれた頃なんだしね。へえ、そうなんだ。全然知らなかった。勉強になるやん。私も取材前にちょっと調べただけだけどね。
いやーそれでもすごいってマジ尊敬する。やっぱ取材のプロってすごいな。プロ？あ、そんなに褒められると照れるよ。ねえあんたって他にどんなこと知ってんの？他にってどんなことだっていいから教えてよ。もっとあんたの話を聞きたいんだ。教えてって言われても一体何を話せばいいんだろう。っていうかいつの間にか私の方が取材されてしまっているような。芥川君、取材に協力してくれない？ああ、別にいいけど。ありがとう。で、何が聞きたいの？俺が一日どれだけ寝てるとか。自分で分かってる？そうね、それも興味があるけど、今回聞きたいことは…好きな女性のタイプを教えてもらえる？明るくて楽しい子かな。誰かに例えると？そうだな、あんたみたいな人。え？そんじゃ、またね。冗談だよね。おかえり、待ってたよ。ごめんね遅くなっちゃって。はい、これ頼まれてた本ってこれだよね。そう、これこれ。それじゃあ本はここに置いて。そうそう、お釣りも渡しておくね。ありがとう。この漫画ずっと読みたかったんだ。さすがにシリーズ全巻だから中古ばっかで揃えたけど。全然 OK、 読めればいいから。まさか取材を受ける条件で漫画を調達することになるとは思わなかったけど、喜んでくれてよかったな。お、ジロー、それって漫画？ちょっと前に流行ったやつやな。そうそう、おめえらも知ってんの？おめえら知ってるどころか前巻読んだで。確かラストは…あ、言うたらかかかか。ちょっとちょっと、ネタバレ禁止だって。ああ、すまん、つい口を滑らすとこやったわ。なあ、俺にも読ませろよ。ダメ、俺が読んだ後ならいいぞ。なんだよ、ちょっとぐらいいいだろ。ちょっとでもダメ。はいはい、わかったよ。よし、飯に行こうぜ。そやな、次郎も誘うつもりやったけど、この様子やと無理やし。じゃ、また後でな。私もお昼ご飯にしたいけど、芥川君に取材を済ませたからだよね。ねえ芥川君、早速だけど取材を。こいつってすっげーバカじゃん。さすがにそれはないって。もう漫画を読み始めてる。しかもベッドに寝っ転がって。でもここは昼間ず強引に取材を。ねえ芥川君の学校の授業で体育が得意らしいけど、テニス以外で得意なスポーツってある？うん、いろいろできるよ。あ、ちゃんと答えてくれてる。でもどうしたの？何か面白いことでも思い出した？ここでこう来るか、すっげー続きが気になるな。漫画に集中しきってるな。これじゃあすぐに取材は無理かな。でも楽しそうな芥川君を見てると飽きないけどね。しばらくはおとなしく待っててあげよっと。しばらくってこれ全巻買っていったんだよな。最後まで読むぞ次郎ちゃん。あれ、ここで終わりってどういうこと？どうしたの？
見てよこれ、なぜかもう最終回なんだけど。読む巻を間違えてない？ちゃんと一巻から読んだよ。これ絶対おかしいって、前の巻と話つながってないし。もしかして一巻抜けてたんじゃないの？あ、ちょっとそれ貸してくれる？あ、これってカバーと中身が合ってない？え？マジで？うん、カバーは5巻なのに中身は最終巻になっちゃってたみたい。俺先に最終巻読んじゃったの？ショック！お店の確認ミスなのかな？あ、でもちゃんと私も確認すべきだったよ。わざわざ確認しないよな。ごめんね、芥川君。うん、あんたは悪くないよ。古本屋の人だって間違いはあるしさ。それにこの漫画ってあんたが買ってきてくれたんじゃん。それなのに文句言えないよ。優しい芥川君。最終回を先に読んじゃったけど、そこまでの経緯が今まで以上に楽しみになっちゃった。おー、ポジティブ。オチを知ってから読むのもたまにはいいかも。ありがとう芥川君。カバジ君どうかした？落とし物です。オレンジ色のハンカチ、名前は書いてないか？オレンジは芥川さんの好きな色です。そうなの？だったら芥川君に聞いてみる？そうします。それじゃあ芥川君の部屋行こっか。うす。芥川君、今って時間ある？次の練習が始まるまでならね。それじゃあ少しだけ取材に付き合ってよ。ああ、何でも聞いてよ。それじゃあ、好きな食べ物って何なの？やっぱ羊の肉かな。へえ、そうなんだ。牛肉とかじゃなくて？うん、脂も少なくて健康的だしさ。もちろん味もいいしね。なるほどね、羊肉が好きだなんて、なんか洒落てるね。え、そうかな。うん、これはいい情報かも。うん、このオニオンスープ美味しい。一緒に食べよう。うん、いいよ。じゃあ正面に座っちゃおっと。よ、ジロ君。あ、丸井君じゃん。何か用？朝飯終わったみたいだしさ、ちょいと食後の運動がてら俺と打ち合ってみないか？マジマジ？俺とテニスしてくれるの？ああ、ボレー勝負と行こうぜ。やった、嬉しい。よかったね、芥川君。でもただ勝負するだけじゃつまんねえだろ。だから何かかけようぜ。もちろんオッケー。じゃあ何かけよっかな。あ、そうだ、ジロ君、なんか苦手なものある？トマト。即答かよ。じゃあ負けたらそれを食べるってことにしようぜ。トマト食べるの？そりゃ男と男の真剣勝負なんだし当然だろい。分かった。丸井くんが負けた場合はどうするの？そうだな、俺がジロくんにケーキを作るってのどう？え？ケーキ作ってくれんの？それすっげー楽しみ。まあ
俺に勝ったらだけどな。よし、そうと決まれば早速やろうやろう。やっぱ丸井くんのボレーってすげえ。そういうジロくんこそすげえじゃん。さすがだな。二人ともボレーだけでさっきからずっと打ち合ってる。そろそろ決めるぜ。いや、俺が決めちゃうし。いや、ここで終わりだろ。妙技砂渡り。は？すっげえ、妙技砂渡り。ネットの上をボールが転がるとか、やべえよやべえよ。俺の勝ちだろ。あ、そっか、今ので俺の負けなんだっけ。あー、負けちゃった。悔しい。悔しいっていう割には顔が笑ってない。すげえ悔しいんだけど、やっぱ丸井くんとの勝負は楽しかったし。それじゃ罰ゲームといこうか。あ、そういえばそんな約束もしてたっけ。やっぱやるの。そりゃ当然。おい、新鮮なトマトもらってきたぜ。うまそうだない。ちょっと待って、俺よく考えたんだけどさ、丸井くんが負けた時の罰ゲームって罰ゲームになってなくない。うん、それ最初から思ってたよ、みんな。ああ、そうかもな。俺、ケーキ作るの好きだし。すげえ悔しい。芥川君、今頃気がついたんだ。芥川君、部屋でお休みのところ悪いんだけど。芥川くん起きて。芥川くんってば。何？また取材？そう、取材。芥川くんの座右の銘を教えてくれる？座右の銘、家宝は寝て待てかな。なるほど。焦らずに機会を待つなんて芥川くんらしい言葉だね。そう？そんな風に言ってもらえるとは思わなかった。ありがとう。すっげー嬉しいかも。うん、こっちこそ。取材に協力してくれてありがとう。それそれ、調子いいな、ジロー。今のを返されたら打つとこねえよ。実はたまたまだし。あれ、今どうしたんだ。雨。あ、なになに、いきなり降ってきちゃった。こりゃ練習は一時中断だな。せっかくいいところだったのに。しゃあねえだろ、文句なら雨に言えっての。皆さん、雨が強く降っているので屋外での活動は中止してください。このまま降り続くようであれば、この後の通常練習も中止となる可能性があります。ちゅ、つまんないの。この雨じゃ仕方ないよ。ああ、練習続けたかったし。そろそろお昼時だし、昼食にしたら。いいね、いいけど、その前に。おやすみ、ジロちゃん。もう寝ちゃってるし。ジロには飯より寝る方が重要なんだろ。その方が静かでいいです。
獅子戸さん、少し早いですけど昼食にしましょう。ああ、そうだな。私はどうしようかな。まだそんなにお腹空いてないし、とりあえずしばらくここで記事でもまとめていようかな。結構はかどったな。あ、もうこんな時間。芥川くん、そろそろ起きて。お昼ご飯食べる時間がなくなっちゃうよ。え、お昼ご飯？そう、お昼ご飯。芥川くん、まだ寝ぼけてるのかな。はっ、あ、何突然。ちょっと来て。何、どうしたの。いいからこっちこっち。ちょっと。早く早く早くしないと消えちゃうよ。何なのよ一体。ほら、おー、あら、綺麗な虹だこと。トトすごいね。マジ綺麗だと思わない？うん、くっきり出てるね虹。とっても鮮やか。タロタロ、さっき寝ぼけながら外を見たら偶然これを見つけてさ、あんたにも教えてやろうと思ったんだけど、どうせならもっと見晴らしのいいとこで見せてやろうと思ってさ、だからここへ連れてきてやったんだ。うん、ありがとう芥川くん。どういたしまして。あんたが喜んでくれたら俺もすっげー嬉しい。空いっぱいに広がる虹、本当にすごく綺麗。肉も野菜も何でもうまい。こんなにたくさん食べられるなんて超嬉しい。お疲れ様、芥川くん。今日は眠くならないんだ。全然平気。だってめちゃくちゃ楽しいから。そうだね。私もすごく楽しい。じゃあこっち来なよ。一緒に食べまくっちゃおうぜ。うん。体重計に乗るのが怖くなっちゃうけど。今日くらいいいよね。参考までに聞きたいんだけど、芥川くんが今欲しいものって何かな。欲しいものか。あ、部屋に大きなソファーが欲しいかも。へえ、そうなんだ。そっちはどう？今欲しいものって何なの？私が今欲しいもの？なんだろう。お菓子かな。今ちょっと小腹が空いてるし。本当に？じゃあその願いを叶えてあげる。はい、チョコスティック、あんたにだけ特別だよ。え、いいの？ありがとう芥川くん。お腹すいたし、そろそろ夕飯にしようかな。あんたもここでディナーか？ディナーってそんな大層なものじゃないよ。この後も芥川くんに少し取材させてもらうつもりだし。ふん、働き者やな。つうか早く席に着こうぜ。腹減ってしょうがねえよ。俺も向井さんに賛成です。あれ、ねえ芥川くんは？そういえば見てないな。おいカバジ、ジローがどこにいるか知ってるか？いえ、知りません。部屋にもいなかったように思います。どうせまたどっかで寝てんだろ。あいつのことだしな。あいつは集団行動に向いてねえからな。みんなも知らないんだ。私ちょっと探してくる。
とは言ったものの、どこから探せばいいんだろう。結構この施設広いし、どこかで寝てるかもってムカヒ君は言ってたけど、寝てた。本当に予想を裏切らないというか、どこでもよく寝すぎ。芥川君、電池で寝てると風邪ひくよ。やっぱバトルは強いな。イメトレしてんだじゃあ。寝言もうちょっと近くで言わないとダメかな。ちょっと隣失礼するね。気持ちよさそうに眠ってるな。起こすのはちょっと申し訳ないけど。芥川くん、そろそろ起きて。あれ、空が真っ暗。おはよう、芥川くん。よく眠れた？あれ？今何時？もうみんなは夕飯の時間だよ。うわ、やっべえ、すっげえ寝てたっぽい。みんな心配してたよ。してたかな？と一応言っておこう。一応ね。みんな心配なんてしないって。バレてるわ。そんなことないよ。それよりさ、なんだろう、なんだろう、すっげーいい気分。ほんといい目覚めって感じ。よく寝たからじゃない？そうなんだ、よかったね。うん、これってきっとあんたに起こしてもらったからだって。普段からこんな感じで起こしてもらえたらすっごく嬉しいかも。でも芥川くんっていつでもどこでも寝ちゃうし。だったらその度に起こして。もうなんだか芥川くんって世話のかかる弟って感じね。弟？弟ね。芥川くんは弟か。悪くないかも。ねえ、一つ聞いていい？ん？何？俺が最終結果で1位になったらやっぱ嬉しい？そりゃ嬉しいよ。自分の担当した選手が最終結果でトップに立てたら最高だと思う。そっかそっか。じゃあ俺も自分がトップになれるようにもっと頑張ってみようかな。もっと頑張っても、もう最終結果発表明日なんだけどね。あんたの嬉しい顔見てみたいし。もう気持ちだけで十分だよ、芥川くん。さーてと、お腹減ったしそろそろ飯にしよう。あんな風に言ってもらえるとそれだけでもすごく嬉しいな。ほら早く行こう。うん。芥川くん、私の取材した選手が最終結果でトップに、しかもそれが芥川くんだなんて。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。へっ、マジで？マジで俺1位なの？やったー！おめでとう、芥川くん。これ夢じゃないよね？冗談とかじゃないよね？うん、違うよ。ありがとう、全部あんたのおかげだよ。そんな、私はただみんなをサポートしただけだよ。あんたの記事が良かったからだってば。ありがとう。ねえ、後で少しだけ二人きりになれないかな？え、どうして？おい、うちのジローをあまりたぶらかさないでくれ。あ、釘刺された。もうすぐ代表合宿の本番が始まるんだからな。
たぶらかすってそんなつもりないよ。1位になったインタビューをしたいだけだってば。あ、なんだ、インタビューか。うん、全然 OK。 じゃあまた後でね。芥川くん遅いな。ちゃんと私の部屋に来てって言っておいたのに。まあ芥川くんらしいかも。荷物の整理でもしながら待つとしようかな。あー、いい部屋だなここ本当に。そうだよね、この部屋とも今日でお別れ。そして選手のみんなとも。おーい、ごめんごめん、ロビーで居眠りしちゃってた。やっぱりね、そんなことだとは思ったよ。起きたら待ち合わせの時間が過ぎててびっくりだよ。いや、それはびっくりだわ。ほんと芥川くんっていつもそんな感じだよね。おお、俺だってちゃんとするときはするし。ほんとかな。ほんとだってば。じゃあ最後のインタビュー始めよっか。どうしたの？嫌だった？ごめんね。もうこれで最後なんだなってそう思ったらちょっとね。そっか。企画が終わったってことはさ、もう帰っちゃうんだよね。私？うん、次の仕事があるからね。でもでもまた会えるよね。そうね、会おうと思えばね。よかった、それを聞いて超安心。ランキング1位より嬉しいかも。うん、そこまで喜ばれるとなんだか恥ずかしいってば。それじゃ改めてインタビューを始めるね。ああ、そうだった、インタビューするんだった。忘れるとこだったよ。簡単な質問なんだけど、人気投票の最終結果で1位になったことへの感想を聞かせてくれない？他のみんなにも言えないようなここだけの気持ちとか、そういう本心を聞かせてもらえると嬉しいな。他のみんなにも言えないようなここだけの気持ち、俺の本心。うん、そう。それじゃあさ、逆に一つ聞いてもいい？うん、別にいいけど。俺ってあんたにとってどうなのかな？どうなのかな？どうって？ほら、いろいろあるじゃん。難しいなぁ。弟みたいな気もするけど、今考えるとそれも少し違う気がして。いや、弟一番しっくりくるけどな。ごめん、難しいならまた今度でいいよ。弟みたいって即答されなかっただけ俺とっても嬉しいから。そう？でもそれなら俺もここだけの気持ちを言ってあげられないな。どうして？だってそれは、あ、そうだ、でもちゃんと1位になったのは確かなんだしさ、なんかご褒美が欲しいってのはあるかも。ご褒美？例えばどんなもの？じゃあそのまま座ってて。え、うん、オッケー。じゃあ俺はその膝の上に。芥川くん、ご褒美は膝枕、そんでもって。おやすみなさい。え、帰れないじゃん、どうしよう。もう寝ちゃったの？まったく、行動の先が読めないというか。でもとてもいい寝顔。お疲れ様、芥川くん。これからも応援してるからね。